曲もかけながらなくてもいいような気もしますけども。はい、こんにちは、七尾です。エヴァニューのチタンカップ TI570 というのを買いまして、これね、ちょうどいいサイズだなと思って山持っていくのについついポチてしまいました。これを使ってね、今日は、スープパスタを作ろうと思います。まあ簡単に、いつものアルコールストーブで。スープパスタもね、簡単にできるクノールのカップスープの、今日はキノコのポタージュを使いますと、ショートパスタ、早茹でのショートパスタです。これ 30g です。これでね、200cc のお湯でちょうどいいぐらいなので、まあ、これで作ってみようと思います。水が 200cc です。これをチタンカップに入れて、でこのままお湯沸かします。それでは、そこそこ沸いてきたので、ショートパスタを投入します。でね、アルコールストーブの火を消します。それではね、スープの素、キノコのポタージュスープです。これを投入します。そしてですね、ここから3分ぐらいずっとかき混ぜます。あ、3分じゃないや、かき混ぜるのは1分ぐらいですね。1分ぐらいかき混ぜて、それで1分ぐらいかき混ぜたら3分ぐらい放置しておきます。1分もかき混ぜなくてもいいような気もしますけども。十分スープ溶けてると思うので、このぐらいでしておきます。で、しばらく待ちます。それではだいたい3分ぐらい経ちましたので、パスタもしっかりこのぐらい柔らかくなってます。それではいただきます。
ットです。